ゲアン省ハティン省の一ゲティンソビエトとは、ベトナム中北部のゲアン省とハティン省で、フランス植民地体制及び、ベトナム系、歌人系の地主に対し、1930年から1931年にかけて、農民、労働者、知識階級が起こした放棄運動である。ゲティン放棄とも。ゲティンは、アンハティンの二省から、ソビエトは、 農業コミューンの形成に基づいた名称である。ベトナム共産党史によると、1930年2月から1931年10月までに、この2章だけで439回の闘争が発生し、34万人が参加したとされる。また、ベトナム共産党では、これを党の指導による最初の放棄運動であるとしている。この放棄は、 下安省のショートビンとベント一社で1930年5月1日に、始まった5つのストライキが元になった。運動は芝叩く間に、省内の大日温圏、ナムダン県ギーロック県に広まった。農民やかつての土地所有者は、奪われていた伝統村落の土地返還を求めて、不益や納税の猶予や免除を要求したが、要求は通らず、運動は隣接する。 ハティン省にも広がった。1930年8月には、マッチ工場の労働者が運動に参加した。庶民の経済的困難と、フランス植民地政府及びその区靴である、笛政府への不満が生んだこの最初のストライキは、歴史上多くの知識人を生み、ベトナムで最も革命の土壌があるネアンハティンに省全体を、抗議運動に向かわせることになった。 労働者と農民が97のストライキを起こし、また、ベント一社では、ゼネラルストライキも発生した。この事件の背後では、安南共産党やインドシナ共産主義者連盟と、インドシナ共産党などの共産組織が、労働者と農民を動員していた。1930年9月から、農民のデモと武装した、抗議組織により、ナムダン県、タイムチョン剣、ハティン召喚ロック剣、 フング園県のフランス植民地政府組織と増え、政府地方政庁の統治機構は麻痺して、崩壊に陥り、インドシナ共産党や農村議会の指導のもとで、新たなソビエト式統治機構が整備され、管理や地主の処罰、公電の再配布、地主階級の所有する米の再配分、識字教育などが行われたが、フランス植民地政府と増え政府により、わずか4、5ヶ月で崩壊に陥った。 ありがとうございます。